はいどうもお茶です。今日もギルティやっていこうと思います。ということで今日は回ですね。で今ね朝なんですけど人全然いないんで、待ってようと思います。ということで多分カットしてると思います。はい、ということでね19段の方が見つかりました。はい、あれこれ動画撮れてるね。オッケーオッケー。もしかしたら今日何本か動画上げることになるかもしれないですね。まあ気にしないでください。はい、まあわかんないけどね。まあ、一応ね、多分1個はもう動画上がってると思うんですよ。なんで、これともう1個なんか上げるかもしれないです。まあ、3本になっちゃうかもしれない。別になんだろう、そんなね、上げる気はなかったんですけど、まあちょっといろいろあってね。はい。で、あとね、もしかしたら今日生放送するかもしれないね。まあ、してたら遊びに来てください。まあ、してないかもしれないけど、わかんない、それも。後々のことなんでね。まあ、やるとしても夜なんで、はい。よいしょ。あれ拡散じゃなかったっけ。あれ、あー対空されていく。無理、バース入っていく。うーん、暴れちゃうな。対空してくるな。これ攪拌じゃなかった直、もう待ってなかった。直画で攪拌か。うわっ、オッケー、危ねえ。結構今日無言プレイになるかも。なんかすごい集中しちゃう。僕拡散取っていく。もう出ないよ、やべ。しっかりコンボつながるんだ。それおっと変えてきたね。あ、そっからそれしかもコンボつなげれるんだ。へえ、結構減るね。しかもおお減る減る。さあしっかり覚醒技で締めてくる。この減り用である。バイケンって結構あれだよね、なんかチップ寄りのキャラっていうのかな。体力つか防御力が少ないのかな、けど火力はあるみたいなね。シャガパンタイプ。やってね。たまに痩せば。さあ出すと、これ当たったら終わる。ああ、まだ OK。 スカシゲダン当たっていく。危ない危ない。さあそろそろ20段になるかな、わかんないけど割と結構勝ってるんですよね今ね。もしかしたらこの再戦がランクアップマッチの可能性も全然あるから。それかかんないんだ。さあこのヘリオである、やばいよな。いや投げたんだけど、投げてなかった。風投げ下手くそか。いやー、やってくると思って入れ込んじゃった。あざみ、よし。なるほど。
アザミか、なんかちょっと遠くかなって思ってたんだけど、いや、これ勝ってたな。投げ暴れじゃなくて、投げ漏れです。はい、読み通り。スズランだけ見るのは、画面端から抜け出さないと。あー、これ痛いやつ。ワンチャン、あ、見せてくれた。あー、最悪。まあ、バースト温存しておきましょう。まあ、もしかしたら勝てるかもしれないしね。アザミ、たまに痩せば。やってねーちょっとこういうコモミスくだらないな。なんか待って、うまくいかない。ちょっと待って、なんかコマンドミスとかが多い。よし、落ち着いて。やった、これはもうバースト入っていこう。しゃがめてない。アザミやってこないよね。オッケー、無理につなげていくスタイル。勝ったー、よし。どうだ、ランク上がるかな。あれ、さあどうだ、上がるか。上がらなかった。はい、ということで、今日はねこんな感じの動画になりました。結構ね無言プレイだったかもしれないですけどね、申し訳ないです。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。